あれ、私、何してたんだっけ。そうだ。無人島に、鳥獣の迎撃に向かって。倒せたと思ったら、奴は姿を変えて、妙な攻撃で、フロッケたちを。相棒と私はなんとか無事だったけど、とにかく今は撤退しないと。そうだ、そういえばヴァレリア。あ、まずそうだ、戦闘中だ。私攻撃されて、ごめん、一瞬意識飛んでた。でも大丈夫、合わせるよ相棒。なぜか全然動かない。さっきの相棒の一発がよっぽど効いたか、それとも例の攻撃で力を消耗したか。消耗って意味じゃこっちも相当限界かも。その分私が頑張らないと。私ですか？負けないよ。おとり先輩に近づく輩は追い払います。ちょっときついかも。計算通り行くよ。はあ、どんどん攻撃。あ、それやりました。いつもより体がいい子にしててね。いけやれ、うん、よーし、それ吹き飛ばしちゃうよ。一気に決めるぞ。私が行くね。これで大丈夫。ありがとう。いつもより力が出せそう。使うよ。助かりました。はあ、助かったよ。これを使うよ。ありがとうございます。私の番だね。逃がさないからね。よっ、はぁ、武器やり。思い切り行くです。乱れ蹴りです。次も頑張るです。いい子にしててね。いけ、よし、それ吹き飛ばしちゃうよ。一気に決める。大胆に攻めていこう。すごいもの持ってきてるんです。そう、まだここからが本番ですよ。いつもより力逃がさないからね。よっ、はあ、頑張っていきます。それやりました。よく見て、いい子にしててね。いけ、さすが。素敵なひととき、みんなで祝おう。負けないよ。おとり先輩に近づく輩は追い払います。ちょっときつい。計算通り行くよ。はあ、付き合い。いけ、さすが。うー、
あれ、うまく力うまくいって助かりました。ちょっときついかも。使うよ。助かりました。僕で助かったよ。使ってみよう。ありがとう。いつもより力が逃がさないからね。やっ、落ち着いて、行きます。行け。落ち着いて状況を見極めよう。なんだ、それ吹き飛ばしちゃうよ。一気に決める。どうすれば勝てるかな。あれ、うまく力が守ってみせます。助かりました。そろそろ仕掛けちゃおうかな。あたしが目指す錬金術の課、これでチェックメイト。みんな、お疲れ様。みたいだ。私たちも逃げよう。そう、よかった。バレリアしっかりしてよ。どうするハイディ。辛い時私はいつも逃げてばかりだった。ねえ、私は貴族の家の生まれだ。喧嘩だらけの家族が嫌になって逃げ出した。シスターになったけど堅苦しい生活に耐えられなくて逃げ出した。汚くて小さな家だったけどさ、あそこは逃げたばかりの私が初めて手に入れた安住の地だったんだ。フロッケとランチェのおっさんとバレリア、あんた、私の大事な家族。こんな私にもさ、大切なものができたんだ。だからさ、私はもう逃げるわけにはいかない。私なりの戦い方でやってやる。
でも一体だけならなんとか。驚きだな。自分がこんなに頑張れるなんて。私はまだ戦える。あんたを安全なとこまで連れてくんだ。だから、油断は禁物。行くよ。舐めてもらっちゃ困るね。キャッ、崩そう。調子悪い。逃がさないからね。キャッ、崩そう。これでも食らえ。使えるものは何でも使うよ。体も邪魔はさせないってな。キャッ、予想通り。そろそろ私だってやるときゃやる。こいつでとどめだ。お疲れ。逃げ場が…あれ、相棒どこに。ごめん、お待たせ。相棒、目が覚めたんだ。てか、動けんの。寝たから大丈夫よ。わかった。じゃあ、とにかく逃げるよ。了解。よし、あと一息だ。これならなんとか逃げ切れる。ここまでハイディが頑張ってくれたおかげね。すごいじゃないのよ。今日が人生で一番頑張った日になるかな。仕掛けては避け、避けては仕掛けて。今の声はまた動き出した。頑張りするしかないみたいね。ダメ、正直もう限界だけど、やるしかないよね。行こう。ハンマーレッツ。
さすが。私が行くね。これで大丈夫。ありがとう。いつもより力が出せず使うよ。助かったよ。行くです。ありがとう。これを使うよ。ありがとうございます。ちょっときついかも。逃がさないからね。やっ、はあ、落ち着いて。好機です。思い切り行くです。乱れ蹴りです。いい感じです。いい子にしててね。いけー。ちょっと、それ吹き飛ばしちゃうよ。一気に決める。さすがです。ふぅ、なんとかなったね。もっと遠くまで行きたいな。先輩に近づく輩は追い払います。ちょっときついかも。逃がさないからね。やっ、はあ、どんどんこう。それ突きやり。いつもよりいい子にしててね。いけー。おー、すごい。うっ、なんだそれ。吹き飛ばしちゃうよ。一気に決める。これうまく力。これで大丈夫。助かりました。あた、いつもより力が出せそう。使うよ。助かりました。ほれ、ありがとうございます。立て直そう。ありがとう。ちょっと計算通り行くよ。よろしくお願いします。ライザ先輩が見てる。よし、頑張りすぎちゃダメだからね。レスナー、計算通り行くよ。はあ、どんどんこう。このいい
使い違いよ。あるはず。これで元気いっぱいです。助かりました。この服はいい子にしててね。いけー、さすが。これを使えば。助かったよ。これを使うよ。ありがとうございます。これを。ありがとうございます。やめてこの調子ならこれで大丈夫。ありがとうございます。もうちょっときついかも。狙いは外さない。やあ、そりゃ。どうすれば勝てるかな。どんどん。それ。やるじゃん。やりましたね。少しでも助けに。ありがとう。浮いた。いい子にしててね。いけー。焦りは禁物です。そうです。まだここからが本番ですよ。まだ危なかったのかな。いつもより計算通り行くよ。はあ、敵を崩した。焦りは禁物です。一度休憩した方がいいかも。全力を出します。フラフラします。計画を練り直してきます。あの棚、少し散らかってるな。いらっしゃい。っていうのも変か。今日はどうする？今回作るものは、と。難しいわね。どこへ行こうかな。みんなの予定も聞いてみよう。調合したくなってきちゃった。
難しいわね。難しいわね。次は使うものを。準備はいい？うん、レシピ通り。行っていそうです。準備はいい？うん、レシピ通り。準備はいいです。成功したようですね。準備はいいです。成功したようですね。準備はいいです。やった、大成功。準備はいい。成功したようですね。準備はいいですか？よっ。成功したようですね。私だって戦えるんだから。リリー先輩、一緒に頑張りましょう。ちょっときついかも。逃がさないからね。やっ、はあ、どんどん効果それ。今のうちなきゃ。さあどうぞ。助かったよ。この服はいい子にしててね。狙いは外さない。やっ、そりゃ。ちょっと、しっかりよく見て。どんどん効果それ。やっ、焦りは禁物で助けに。
準備はバッチリ。私からの贈り物受け取ってき、いけー狙い通り。この調子なら守ってみせます。助かったよ、うん、まだ狙いは外さない。やあ、とりゃ敵を崩した、うん、それ怖がってる場合じゃない、うん、全力を、私の世界を見てください。可愛くかけました。よし、一斉に攻撃できるぞ。特別な時間がこれを使うよ。それ助かったよ。使いますね。助かりました。いつもよりいい子にしててね。いけー、余裕だね。勝利を皆さんにお届けです。殿下、討伐部隊が帰還しました。戦況はどうなっている？討伐には成功したのか？吸い込まれて消えた？少なくとも我々にはそう見えた。冒険者たちも騎士団の者も巻き込まれた。我らが不甲斐ないばかりに。そんな、じゃあみんな鳥獣が姿を変えただと？そのような話は今まで聞いたことがない。9年前のウェルテックスも本気を出していなかった。我らのためにバレリア殿、ハイリー殿がその場に留まり敵を引きつけてくださり、おそらく今もまだあの島で戦いを続けております。二人だけで足止めを。ユナ、動ける者をかき集め島へ救援に向かってくれ。は、早急に編成をいたします。私も行かせてください。私もここで待ってるだけなんてできないよ。ついてきてくれ。あれはなんだ？バレリア、ハイディさん、無事なの？もう昼だ。ウェルテックスはまた海に潜ったようだな。二人ともウェルテックスがいなくなるまでどこかに隠れて待ってたのかも。早く二人を探して連れて帰ろう。ね、レスナちゃん。うん、そうだね。バレリア、レスナちゃん、次はあっちを。イズナちゃん、あそこ。レスナちゃん、行こう。バレリア、ハイディさん。バレリアさんの方は傷がひどくて、正直
生きているのが不思議なくらいなんです。見つけた時、バレリアはハイディを守るように覆いかぶさってたんだ。それでバレリアさんの方がひどい怪我に。元気になって戦えるようになるのはしばらく先だと思います。バレリア。でもアーシャやトトリが来てくれてて助かったよ。私たちもできることでお手伝いしたいですから。戦えない人の分まで私たちも頑張らないと。そうだね。ね、レスナちゃん。鳥獣の新たな姿については帰還した騎士たちの報告から少なくとも2つ判明していることがあります。一つは周囲のものを吸い込み消滅させる攻撃を放つこと。そしてもう一つ、石像の大群を操る力か。はい、鳥獣が操る石像は海中から現れたようです。どれほどの数が存在するのかは不明です。誘導作戦はより難しくなったね。バレリアたちが身につけていたあの装備ですが、騎士たちの分までたくさん作ることは。それは素材の量からして無理だそうだよ。ただあと数着ならばと、ザツキヤさんは制作を続けてくれている。できうる範囲の対策を考えます。ああ、これ以上犠牲を増やさないためにも。ずっと寝てないでしょ。だってこのままじゃきっと負けちゃう。みんなを見つけて戻ってきてもらわないと。レスナちゃん、きっと生きてる。きっとどこかで生きてるはず。そう思わないと。私、知れないけど、みんなきっと無事だよ。だから大丈夫。大丈夫。そう、そうだよね。きっと大丈夫だよね。大丈夫。みんな大丈夫。レスナ、こんなところにいたのね。師匠。おいで。
ゃいました。涙止まりました。そう、ああほら、そんなに強くこすらないの。苦しいわね。またあなたの大切なものがあの鳥獣に傷つけられ奪われている。あなたのお父様と同じように。はい。だからこそレスナ、あなたがこの災厄に終止符を打ちなさい。私か。このままあの鳥獣の好きにさせていたら、あなたのように悲しむ人が増え続けるわ。誰かの父が、子が、友が、戦う術もなく一方的に踏みにじられ消えていく。でもレスナ、あなたは違う。あなたには戦う術がある。錬金術。錬金術は困難に立ち向かうための、そしてみんなを幸せにするための力。ええ、鳥獣ウェルテックス、すべての悲しみの根源は錬金術師レスナ・シュテルネン・リヒトが打つのよ。師匠、私絶対にウェルテックスを倒します。何があっても最後まで諦めません。それでこそ私の弟子。今あなたをとても誇りに思うわ。はい。よかった、やっと笑ってくれた。イザナちゃん、ごめんね、いっぱい心配かけちゃった。ううん、レスナちゃんの気持ちはすっごくわかるもん。私だってすっごく悲しいし悔しい。絶対にあいつを倒そうね、レスナちゃん。イザナちゃん、うん、ありがとう。みんなで力を合わせればきっと成し遂げられる。ウェルテックスなんかに負けたりしない。うん、絶対に勝ってみせる。たくさんの大切なものを私が守り抜いてみせるんだ。州内の住民の避難は完了したわ。分かった、協力してくれてありがとう。周辺の魔物たちの様子はどうだ。相変わらず暴れてるわね。かなり数は減ってきたと思うけど。引き続き対処に当たってくれ。少しでも民たちが安心できるように。分かったわ。お二人ともいらっしゃってたんですね。レスナちゃん、お疲れ様。あなたも頑張ってるみたいね。この頃あまりアトリエに顔を出せてなくてごめんなさいね。いいえ、こんな時ですから。今来てくださって心強いです。お互い頑張りましょうね。ええ。レスナ、どうだい、ちょっとは休めたかい。はい、少し仮眠したので体調は問題ないです。バレリアたちのこともあった、もう少しゆっくり体を休めても。いえ、大丈夫です。いつまでも落ち込んでいられませんから。ああそうだね。それより私にできることはありませんか。そうだな、ひとまず今はこの砦で迎撃準備を手伝ってもらいたい。今夜にもウェルテックスは本土に上陸するだろう。我々に残された時間は少ない。わかりました。そういえば誘導作戦ってどうなったんでしょうか。そこが問題でね、今のままでは実行は難しい。まさに手を考えている最中だ。誘導が難しいならこの砦を出て進路上で迎え撃つのはダメなんでしょうか。
現在予想される進路上にはクワ州有数の大都市がある。住民の避難は完了しているが、町が戦場になるのは避けたい。なるほど。それに急増の布陣で鳥獣に対抗できるとも思えない。この砦で迎え撃つのが最善なんだ。しかし他に手がなければ砦を放棄する選択も考えなくてはならないだろう。私も何か方法がないか考えてみますね。ああ、ありがとう。それじゃあ失礼します。お二人とも一緒に頑張りましょうね。殿下、あなたも少し休まれてはどうですか。いや、大丈夫だ。心労が溜まっているのは確かだが、私も落ち込んではいられないからね。バレリアとハイディ、まだ目を覚まさないみたいだね。うん、でもアーシャ先輩やトトリ先輩が交代で見てくれているから。失礼します、レスナー殿。はい、どうしました。バレリア殿とハイディ殿の容態はいかがでしょうか。今お二人はどちらに。今は安全な場所で休んでいます。意識は戻っていませんが、命に別状はないみたいです。そうですか。あんたたちって確かあの時船に乗ってた。はい、先の戦いではあのお二人に命を救っていただきました。俺たちのせいでお二人は。そんな、どうか顔を上げてください。皆さんが知らせてくれなければもっと悪い状況になっていたはずですから。あの鳥獣を倒す、私たちが報いる道は他にはない。ユナ隊長、己を恥じるのなら剣を握り鍛錬を重ねよ。次こそその手で民を守り抜けるように。これから海岸線で他の兵も集めて連兵を行う。お前たちの覚悟、私に見せてみろ。はっ。私たちも頑張ろう、イザナちゃん。もちろんだよ、レスナちゃん。なんだ。海の方から何か来ます。無人島での戦いで現れた石像です。なんだと。あれがウェルテックスが操る石像か。まさかこんなに早く。ルマンさん、今の大きな音って。報告にあった石像が本土に上陸したらしい。ウェルテックスの姿は見えないようだが、二人もすぐに向かってくれ。了解。数が多い。みんな、増援が来るまで何とか持ちこたえろ。はい。ユナさん、お待たせ。加勢します。来てくれたか。いつらは石像がたくさん。あれって海岸に並んでたのと同じ。嘘、伝承では民を守ってくれるものだったはずなのに、どうして。おそらくウェルテックスの力で操られている。先の戦いでも同様の報告があった。そんな。ともかく今は戦うしかない。兵が手薄なところを頼む。奴らはこの海岸線で食い止める。はい。
いっぱい作っていっぱい投げるです。コルネリア先輩の錬金術って一体計算通り行くよ。全力打ち出します。いっかい、どんどんこう、それ左装置があるはず。少しでも助けに。助かりました。いつもよりいい子にしててね。いけー、いい感じだね。みんなの力を合わせ、これが効くはず。助かったよ。これを使うよ。ありがとう。使うよ。あれ、うまく力がうまくいって、ありがとうございます。いつもより計算通り行くよ。頑張っていけ。それ落ち着いていこう。全力を、私の世界を見てください。可愛く描けました。どうしよう。いい子にしててね。いけ、集中しなきゃ。これで大丈夫。助かりました。そろそろ仕掛けちゃおうかな。あたしが目指す錬金術の鍵、これでチェックメイト。よし、作戦通り。ウェルテックスだ。しかし本体はまだ。まさかあの石像たちも同じ力を使うのか。ユナさん、このままじゃ危ない。総員下がれ。ここはアトリエ。私どれくらい寝て、体が重い。鳥獣は、レスナたちはどうなったの？あんたたち。このままでは。ああ！
キアが作ってくれた鳥獣の力に対抗できる装備、フィリスたちの分も作ってたみたいね。バレリア、目が覚めたの？まだちょっと体は重いけどね。お待たせ、レスナ。うわぁ、もう何が何だか。ともかく、これで形勢逆転だな。負けないよ。ポトリ先輩に近づく輩は追い払います。ちょっときついかも。逃がさないからね。やっ、はあ、いい感じだよ。きっと勝機はあるはず。どんどん、この今のうちに、少しでも助けに。助かりました。いつもより体がいい子にしててね。いけー。ああ、すごい。みんなの力を合わせ、これを使えば。助かったよ。これを使いますね。助かったよ。あれ、うまく力がうまくいって、助かりました。いつもより力がた、狙いは外さない。やあ、そりゃいい感じだね。ほら、あ、それ全力を、私の世界を見てください。可愛く描けました。いい子にしててね。いけ。あれ、うまく力が、守ってみせます。ありがとうございます。そろそろ仕掛けちゃおうかな。私が目指す錬金術の課、これでチェックメイト。みんなお疲れ様。私だって戦えるんだから。リリー先輩、一緒に頑張りましょう。ちょっときついかも。計算通り、いくよ。はあ、どんどん、ここ、この調子、さあどうぞ。ありがとうございます。この服はいい子にしててね。いけ。いつでも準備できてるです。え、これを使えば。ありがとうございます。おえー、助かったよ。これを使うよ。ありがとう。この調子ならうまくいって、助かりました。落ち着いていこう。よく見て、仕掛けちゃう。あたしが目指す錬金術、これでチェックメイト。敵を崩した。どんどん、こう、あ、それやりました。これで元気いっぱいで、ありがとう。いい子にしててね。いけ。すごいもの持ってきてるんです。そう、え、まだここからが本番ですよ。いつもより計算通り、いくよ。はあ、負けないんだから。それ全力を、私の世界を見てください。かけました。特別な時間が、これを使うよ。あ、助かったよ。これで安心です。助かりました。いつもよりいい子
りしててね。いけー、余裕だね。勝利を皆さんにお届けです。ひとまずはしのいだか。引き続き警戒を怠るな。はい。お二人とも無事で本当に本当に良かったです。もう泣かないの。おりょりょ、もう終わっちゃってる。無事で。バレリアさんは無事じゃないみたいですね。ひどい怪我です。これはもう大丈夫よ。さっきだってちゃんと戦えたし。大丈夫じゃありません。ちゃんとまだ休んでいてください。はーい。再び光明が見えてきた。これならいける。とりあえず海から出てきた石像は片付いたけど、これもやっぱりあの石像たちと同じなのかな。今は動く気配はなさそうだが、警戒は必要だろうな。それこそベルテックスが再び現れた際には、あるいは今のうちに壊しちゃう。確かにそれがいいかも。その石像たちのことは任せてもらえないかしら。師匠、いつの間に。何か考えがあるのか。ええ、とっておきの作戦を用意してあるわ。それは一体。説明すると果てしなく長いから、ここは師匠にお任せで納得してね。錬金術師ザスキア、やるときはやるわよ。何せあの鳥獣は生物の本分を超えてしまっている。許しておくわけにはいかないわ。何なんだろうね。わからないけど、師匠に任せておけば絶対大丈夫。こういう時の師匠はすごいから。はあ、不思議だな。そう思えてしまう圧倒的な何かをザスキアから感じた。実際ザスキアさんからもらったこの装備もすごいですよ。私たちもそろそろ砦へ戻ろう。作戦にも動きがあったはずだ。というわけで、フィリスたちの戦線復帰により誘導作戦に光が見えてきた。当初の予定通り、砦に誘い込んでの迎撃を本命として作戦を続行する。みな、よろしく頼む。はい。ですが、君はバレリアとハイディの復帰に向けて力を尽くしてほしい。治療をお手伝いするってことですか。ああ、詳しいことは
フロッケ、頼んだよ。クアッシュには癒しの花園と呼ばれる様々な薬草が取れる遺跡があるんです。クアッシュだけでなく、大陸中から貴重な薬草を求めて人が集まる有名な場所なんですよ。なるほど、それならバレリアたちの治療に役立つものが手に入るかも。教えてくれてありがとう、フロッケちゃん。早速行ってみるよ。それでフロッケも一緒にいていいでしょうか。バレリアさんとハイディさんのためにできることをしたいんです。うん、もちろん、よろしくね。はい、よろしくお願いします。なんとか間に合ってくれよ。ここの夜景は美しいでしょ。武骨なあなたに分かります？何をしに来た？その言葉、そっくりそのままお返ししますわ。あなた、ここで何をするつもりですの？どうやら、あの方たちに肩入れするような真似までなさっているようですが。俺は俺自身の目的を果たしに来ただけだ。あいつに害を及ぼす存在を放っておくわけにはいかない。ああ、そういえば、この近くで療養していらっしゃるのでしたね。納得ですわ。大切な人を守る。あなたはそれを渇望しているのですものね。残念ながら、私には理解できない感情ですわ。お前に理解される必要はない。が、もし俺の邪魔をするというなら容赦はしない。まさか、止める気はありません。どうぞお好きに。では、ごきげんよう。探索に魔物の討伐、いろいろあるぜ。気をつけて行ってこいよ。頑張りすぎちゃダメだからね、レスナー。依頼だね。どれにする？
気をつけて行ってこいよ。トロナのパイのお店へようこそ。ちょっと行ってみたかったんです。お待たせしました。それじゃ、いってらっしゃい。